どうも、マサヤンの一人ごとチャンネルにようこそということで、今回はですね、セミアコでブルースジュニア、ブルースキューブ、トーンマスター、プリンストン、リバーブを弾き比べしていきたいと思います。まあ、ここまでね、結構、トーンマスター、プリンストン、リバーブの音をいろいろ聞いてもらったわけなんですが、で、かつ今後もね、弾いていくわけなんですが、まあ、ほぼほぼこの、ストラットで、弾いておるの、おるわけでございますが、コメントとかでですね、セミアコというか、もうこういう箱物の音も聞いてみたいということで、今回は、このアイバニーズの、335モデルというかね、セミアコで弾いていきたいと思います。で、まあ、トーンマスター、プリンストン、リバーブだけでも良かったんですけど、まあ、3つぐらいね、アンプがあった方が、より、こう、違いというかね、特性がわかりやすいかなと思って、3つのアンプを弾いてます。で、弾く内容なんですけど、前半がジャズっぽいクリーンなやつ。で、後半に紹介するのが、ちょっとクランチめな、ブルースのやつを、紹介していきたいと思います。で、また例のごとく A、B、C で隠しておりますので、どれかな、このアンプどれかなって考えながら聞いてもらうと、楽しめると思いますので、ぜひ聞いてみてください。感じになりました。答えを言っていきますと、A がトーンマスター、プリンストン、リバーブ、 B がブルースジュニア、 C が、ブルースキューブになります。はい、正解できたでしょうか。別に正解しなくてもいいんですけどね。はい。で、どう思われました？結構、まあ、どれも優秀だなっていう気が、僕はしました。で、まあ、そのセッティングする上でですね、気をつけたのが、まあ、クリーンな音は目指してるんですけど、張りのないクリーンにならないように、歪みと、歪まないギリギリのところで、クリーンの音を出すようなセッティングを心がけました。ですが、まあ、ちょっとブルースキューブに至っては若干ちょっと歪みの音が、入っているような感じですが、それはちょっとね、原因がちょっと上げすぎたかもしれないですね。はい。で、トーンマスター、プリンストン、リバーブと、ブルースジュニアに関しては、もう本当にいい感じの、フェンダークリーンだなっていうような、僕は印象を受けましたが、皆さんどうでしょうか。で、ブルースキューブも、まあ、そのちょっとね、ちょいビットだけ原因上げすぎたっていうのもあるんですけど、全然、引きを取らないような、音ではなかったかなというふうに思います。で、実際この、ね、トーンマスター、プリンストン、リバーブで、このセミアコ使ってジャズをやるかって問われたらですね、ちょっとううってなっちゃうんですね。で、これ前からそうなんですけど、その僕真空管アンプと、僕の好みですよ。僕の好みですけど、真空管アンプとそのジャズっぽい音ってなんか
僕の中であんまり相性が良くないんですね。で、僕の中では、DV マークリトルジャズっていうアンプ持ってるんですけど、それで弾いた方が僕の中ではすごいジャズっぽい音になるんですよ。なんで、おそらくジャズの演奏するときは、もしかしたらトーマスとプリンストンリバーブを弾くかもしれないですけど、DV マークを弾くかもしれないっていうような感じですね。そしたら、次は、ブルースっぽいちょっとクランチな、音、ちょっと歪んだ感じの音ですね、を聞いてみてください。はい、では答えはですね、 A がブルースジュニア、 B がトーンマスタープリンストンリバーブ、 C がブルースキューブでした。いかがだったでしょうか。これの音作りので気をつけたところは、最初まあコードを弾いてますよね。でコード弾いて、コードがなんかぐしゃっと潰れない程度に原因を上げたっていう感じです。で演奏自体もそのコードの部分っていうのは結構柔らかく弾いてるんですね。で、比較すると、トーンマスター、プリンストンリバーブが結構、歪みの量としてちょっと多いように感じられませんでした。ね、もう一回聞いてもらってもいいんですけど、だから、なんて言ったらいいかな。その、ピッキングの強弱が、意外に、ブルースジュニアよりもつきやすい、ダイナミックスがコントロールしやすいんじゃないかなっていうふうに思って、たんですよ。弱く弾いたら弱くなって、強く弾いたら強く出るというのが、の幅がね、すごい広いような気がしましたね。恐るべし、トーンマスターシリーズ、デジタル真空管といったような感じですね。で、まあこれもですね、この3機種3アンプとも、まあどれも引きを取らない、どれがと、なんか著しく悪いとか、どれが著しく良いとかっていう感じではなく、もうほぼ好みな、感じはするような気はしますね。まあ、この中で言うと、ブルースキューブが値段的に安いので、その、このね、音質の良さで食いついてきてるという点で言うと、コスパがブルースキューブ良いのかなというふうに思ったりします。で、その、LINE のオープンチャットっていうところで、まあ、下の概要欄に書いてますけども、こう、結構みんなで雑談してるんですね。で、結構僕、まあ、最近そのトーンマスターをしてるんですけど、でもその LINE のオープンチャットの中ではなんかブルースキューブ思想したらよかったとか、
なんかブルースキューブ勢がちょっとね、台頭してきて、ちょっとブルースキューブもいいんじゃないかっていう流れになってきたりしてますので、興味ある方は下の概要欄から、その、オープンチャットチェックしてみてください。ということで、今回は以上で終わりたいと思います。動画が良かったら、チャンネル登録、いいね、お願いいたします。で、正解したとか、間違えちゃったとかっていうコメントを書いていただけると嬉しいです。では、バイバイ。